Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. そうそうそう、いいっしょ。うん、なんか怖い。大丈夫大丈夫。それから釣れた瞬間こうやってちゃんと掴まないとダメでしょ。それからバックに当たらせられば。さすがにね、ライフマグロはちょっといないかも。今回は清田区にある林中釣り堀に行きました。札幌中心部から約40分くらいで、釣り竿や餌がなくても大丈夫です。なぜここにたどり着いたかというと、3年前に屋内型の釣り堀へ行き、とっても楽しかったんですけれども、魚の IQ が高すぎたのと、子供たちがまだ小さかったので1匹も釣れなかったんですよね。そこでネット検索していたら、小さい女の子が釣った写真が出てきたので、ここなら我が家でも釣れるかなと思い、こちらに伺いました。釣れる魚が記載されていて、ニジマス、ヤマメ、銀鮭、そして何も書いていないゾーンの4箇所になります。あ、いいんじゃない、なんか、おうおうおう、いいんじゃない。なんじゃん、もうつけれたの自分で、もうすごいじゃん。外れないのこれ。外れた。はい、オッケー。パパも全然魚外さないの。秒で釣れすぎでないこれちょっと。ねえねえ、この中入れたら、とりあえずこのバケツの中にランちゃん入れて。それほら、見せびらかすして、ででーん、ででーん、大丈夫、魚だから。ライ君ビビんな、ビビんな、大丈夫。 あ、すごいライ君、あ、取ったね、ナイス、すごいすごいすごい、おー、シャケ、隣の人とかにぶつかんないように、シャケ、うん、隣の人にぶつかんないように、もうちょっと向こうで。銀鮭は先ほどのニジマスとは違い、何回か餌の食い逃げがありました。4、5回チャレンジしてようやく釣れました。まだついてる。あ、ほんと。そうだよ。よく見てたんだけどね。だけど、噛んだ後にちょっと時間置いておこう。この日の人気は、圧倒的にニジマスゾーンが混んでいました。釣れやすいのも理由かもしれませんね。ただ、こちらはリリース禁止となっているので、釣った分は必ずお支払いになります。食べてからだよ、食べてから。あ、来た来た、あ、ライク、おー、ライク、ほら、ライク、早っ、ライク、こっちに見して、ライク、そっち行けよ。
ちに見せて、あの持って、おおすごい、おお、やったね、6匹目でーす、やったねそうでね、まだあの戻した時にお会計、支払いは釣り竿のレンタル料金も含め全て最後になります。すごいね、2人ともいっぱい釣れたんじゃない。休日でとても混んでいたので、ここから注意事項をお話しします。釣った魚は塩焼きにしてもらうか、内臓の処理をしてもらい持ち帰るパターン、もしくはそのまま持ち帰るか、この3択から選ぶことができます。私たちが行った日、塩焼きまでの待ち時間が1時間半から2時間ということで、待ちきれないため我が家は内臓処理をしてもらうことに。内臓処理だけでも1時間ぐらい待ちました。番号札をもらい、出来上がったら番号を呼ばれます。日よけのタープが何箇所かに貼られているので、こちらで食べたり休憩したりすることができます。竿を2本レンタルして、魚を6匹釣って、お支払いの総額は3000円でした。割とリーズナブルですよね。帰宅後は炭を起こして塩を振って割り箸を刺して焼きましたが、美味しかったです。子どもたちも大喜びだったので、ぜひまた行きたいと思います。